きですか雨が嫌いですか。今日のテーマはあの雨について話したいと思うのが、あのすごいドイツと日本の文化の違いがあると思うのが、ドイツ人はね基本傘をささないんですよ。あの少し降ったぐらいでみんなあんまりあのこう傘もささない。じゃあどうすんかって話なんですけど、ドイツは すごいのがあのすごいその山登りのジャケットが流行ってて、だから服にあんまり関心がない人は一年中にそういう山登りぼるような格好をするんですよ。で少しでも降ったらそういうレインジャケットみんな着てるからあんまり気にしないというか、あの少し降ってもレインジャケットなくたって別に少し降ったっていいんじゃねえのみたいな考えを持ってる人が多いのは、多分あの日本とちょっと違うかもしれないと思うのが、あの本当にあんまりないんですよね。だから傘は多分日本より売れないっていうか、あのあんまりみんな傘を使わないんですよね。でコンビニも当然ないから、急に降ってきたら傘を買うこともできないし、だからその代わりにいつもレインジャケットを着た方がまあいいんじゃないのっていう、まああとなんか女子だったらあのそういうね、あの持ち歩くような小さなカバンだったらそれをバッグにしてる人はたまにいますけど、男性だったら傘を差す人っつってほとんどいないんですよ。むしろ面白いんですよ。なんか多分男性用の傘あんまり売ってないんですよ、街中に。で傘だけじゃなくて、あとその雨に対する考えも違うと思うのは、子供の時からドイツの子供は幼稚園とかで雨が降っても外で遊ばせるんですよね。幼稚園に大体のところは庭があって、で子供は大体お昼になると、まあ、外で遊ぶ時間っていうのはあるんだけど、雨がすげえ降っても外で遊ぶんですよ。だから親たちはこうブーツを持ってきてねとか、ちゃんとこうレインジャケット持ってきてね。だからドイツの子供は本当に雪が降っても雨が降っても何があっても一年中に、まあ、外に遊ばせるっていう、まあ、考え方を持ってる、人が、まあ、ほとんどなんじゃないかなと思うのは、で、そしたら、日本に来てすごい驚いたのは、どれでもいい理由で、少し雨が降ったから、外に行く予定を変更するっていう日本人に、私はすごい疑問を感じちゃうんですよ。一回なんか友達とディズニーランド行こうとしたんだけど、ディズニーランドに行こうとして、でも今日は雨が降ってるからやめようって言って、で、その、ディズニーランドに行くのすげえ楽しみにしてたので、いや別に少し降ったぐらいだって別に予定変更する必要ねえんじゃないなと思ったのが、まあうちで、で、友達からしたら、まあ晴れた日に行った方がいいんだろうって、まあむしろうちらはそれでもまあディズニーランド行ったのが、結局ね、雨が少し降ったからすごい空いてて、ディズニーランドはすげえ楽しかったんですよ。で、皆さんにね、雨の日でもぜひディズニーランド見に来てください。と、あとドイツのすごい雨に関する言い方もあって、それはですね、雨にドイツ語って一回言います。ドイツ語だとDu bist doch nicht aus Zucker っていう、まあ、もう一回振り返します。 Du bist doch nicht aus ZuckerDu bist doch nicht aus Zucker っていうのは何かというと、Zucker は砂糖ですよね。で、Du はあなた。だから、あなたは砂糖じゃねえでしょって、砂糖だったら雨が降ったらこう溶けてしまうんじゃないの。でも、人間は砂糖みたいなものじゃないから、少し雨を降ったぐらいに我慢しろということで、今日は、雨の話で最後までありがとうございます。で、雨に関するコメントをぜひ下で書いてきてください。みんな雨の日で何やってるかぜひ教えてきてください。 Bis zum nächsten Mal. Tschüss.